浪の末にたどり着いた越前で、光秀は守護朝倉義景とその盟友浅井長政に出会う。共に戦った義景の守る強さに心打たれた光秀は、義景の誘いに応じて朝倉家の客商として越前にとどまった。義景のもと鍛錬を重ね力を磨いていたある日、光秀は長政の口からある西国大名の名を耳にする。合算戸田城の戦い。光秀、お前しばらく見ないうちに顔つき変わったな。長政殿、そう見えるか。ここでの暮らしが俺には良い刺激になっているのかもしれない。光秀の力添えを得て越前の安寧はより盤石になったかと思われます。しかし安寧の中でせっかくの腕がなまってしまわないか、それだけはやや気がかりです。なら少しの間他の国を見て回らせたらどうです。可愛い子には旅をさせよって言いますし、俺が気になっているのは秋の毛利です。何でも近頃めきめき頭角を現してるとか。毛利ですか。やや遠国ではありますが動向は気になりますね。どうしますか光秀。義景様のため腕を落とすわけにはいかない。他国巡察の任喜んで受けたまります。はい、頼みましたよ。何やつ邪魔だ。なるだ殿。悪い、間違えた。客人、先ほどは我が家臣が失礼いたした。私からも改めて詫びを申そう。いえ、雨子の主君にお目通りかない光栄です。よろしければ元凶をお聞かせください。それは俺から。今雨子は秋の毛利と戦ってる。奴らの襲撃に備えて山道を見張っていたんだけど、そこに通りがかった我らを毛利の伏兵と見まがえたか。まったく、殿がご無事だからよかったもの。申し訳ない。我らも劣勢を覆せず焦っているのだ。このままではいずれ城を奪われるだろう。もう弱気にならないでください、義久様。雨子は、俺の家族は必ず救ってみせますから。家族を救う。義久様、この戦、微力ながら我らも加勢いたしたい。おお、まことか。かたじけない。俺からも本当にありがとう。必ず勝とうな。光秀、明智十兵衛光秀だ。よろしく頼む、鹿之助。使命を果たす。よし、俺の出番だな。
アマゴの将来は虫の息、わしら毛利は粛々と処理するのみ。アマゴの求心たち、お主らの働きにも期待しておるぞ。見せてやる。よく見たら、アマゴにいたやつだ。刃を受けろ。毛利め、卑怯な真似を。毛利のやつら、案の定三方から攻めてきたな。全員倒して、義久様をお守りするぞ。攻撃が多くちゃ、先に進めないな。よし、俺が敵を引きつけるよ。ご無事ですか、殿。しかし、毛利の攻め手は緩みませぬな。ああ、だが屈するわけにはいかない。この戦をものにして、己が糧としよう。迂闊に突出しよって、覚悟せよ。我が功となれ。やってやる。くらえ。終わらせる。どうだ。急げ。なかなかの手だれと見た。一戦手合わせ願うとしよう。我は品川正和、老我がごとき鋭さで鹿などたちまち食らってやるわ。終わらせる。へえ、そりゃすごい。でも俺をただの鹿だと思うなよ。覚悟はいいか。獅子奮陣の王立ち回り、まるで飢えた獣だ。俺も振るわねば。俺に任せろ。尋常に勝負いたせ。見せてやる。刃を受けろ。貴将、切り伏せた。叶う相手ではなかったか。おお、やりましたね。
任せろ。どうだ、どれ。うやっ、俺に任せろ。いつでやる。敵の侵入を防いだか。皆よくやった。揺らなんだ。では二の手を放つ。矢の雨を浴びせよ。敵に増援が現れたか。このままでは義久様が危ないな。毛利の勢いは増す。分かった。つばかりか。もはや我らに勝つ見込みなどないのでは。どうも味方に嫌な空気が流れてるな。俺たちがどうにかしないと。強くなれる。アマゴ勢は崩壊寸前か。釣り糸を垂らさばすぐに餌に食いつこう。つなぎだ、この役目はお主にこそふさわしい。かつての同志を解き伏せ。開門。通りにはさせない。そうだ、まだ我らは負けていない。弱気になってはいられないぞ。殿の腕ならば当然ゆえ。やんだようだ。では進むとしよう。皆の者、あっぱれな無働きだ。戦局に巧妙が指したな。さて
大詰めだ。役目を果たせよ、高影。開門。承知した。承知した。毛利の奴ら、様子が変だ。どうにも怪しいな。一度。承知した。グルエル。わしも手はずは整えておかねばな。卵の牙、手こそぎ折ってやる。急げ。俺に任せ。まずいな、このままでは。見せてやる。これで策がなるんですよね、父上。なあ、肉体労働は不向きだって言うのに。見せてやる。刃を受けろ。そろそろしまいといたぞ。全軍総大将を狙え。本隊と連携して雨子を攻めるぞ。射抜け。開門。まだ諦められるもんか。この俺に挑もうってのか。面白い。相手になってやるよ。城内の者は腹を空かせているはず。目の全て急ぎ兵糧を運び入れよう。兵糧をこちらによこせ。雨子は飢え果てるのが似合いよ。目の全てで何としても兵糧を届けねば。誰か。分かった。援護を頼む。敵将、切り伏せた。悔しいな、ここまでか。刃を受けろ。行くせ。戦力を見誤ったか。俺の全てで。見せてやる。狙うは義久の首ただ一つ。覚悟しろ。退けるとは、雨子の将来なかなかどうして。承知した。やってやる。
ここは引くほかあるまい。お見事にござった。わかった。いまだ敵衆が山ぬか。誰か女性を頼む。私だってオールの一員だ。たとえ相手が見るからに腕利きでも倒せる。倒せるぞ。何を一人でブツブツと。もしや策を講じているのか。敵ながらなんと利発な。目の全てで。よしひと様、兵糧をこちらに。おお、待ちかねたぞ。いや、これで英気を養うがよい。はいと。それまで。よし、危機は脱したな。皆の武働きに感謝する。よし、これで残すは総大将だ。かだ、やらって待ってろよ、じいさん。ここまで足掻いた褒美だ。わし自ら引導を渡してやる。開門。終わらせる。俺から逃げられると思ったか。ここは引くほかあるまい。やるな、我らも続け。俺に任せろ。見せてやる。まだ倒し足りない。誰でもいい、加勢してくれ。待たせたな、じいさん。俺に撃たれる覚悟はいいか。玉殺しかは随分と獰猛なようだ。分かった。どう、わしがしつけてやる。助かった。私は兄上の護衛に回ろう。俺はまだ強くなれる。刃を受けろ。敵将を切り伏せた。とえきれ聞かせてもらう。なんと見事な。敵将、やってやったぞ。
ここは引こうかあるまい。おお、感服つかまつったり。やってやる、やってやる。てっと、やってやる。ここは引こうかあるまい。その貴重も明智か。見せてやる。主家の滅びた流浪者が何故わしらに刃を向ける。お前に語る道理はない。いざ尋常に手合わせ願おう。短期賭けとは敵ながらあっぱれです。敵将切り伏せた。皆様申し訳ありません。なんと目覚ましきご活躍。の全てで力がみなぎり、梨はしない。目の全てで見切れはしまい。刃を受けろ。雨子の気骨は認めよう。だが勝負は決したも同然。もはや雨子に残された道は一つ。賢明な判断期して待とうか。皆一様に疲弊しきっている。これ以上無理はさせられぬな。諦めるもんか。勝負はまだついて。やめよ鹿之助。義久様、でもこの戦我らの負けだ。雨子は毛利に下る。そんな、なぜ。兵は疲弊し、度重なる戦で民草は困窮しておる。これ以上戦を続ければいらぬ犠牲が増えるのみよ。鹿之助、よくぞここまで戦い抜いてくれたな。その武働きに私は深く感謝しているぞ。義久様、くそ、雨子を守れず申し訳ございません。鹿之助、聞いたぞ。雨子は毛利に下り、義久様は幽閉。鹿之助ら家臣は義久様の身と引き換えに放免されたと。ああ、義久様の決断だし俺は口出しできないさ。でもやっぱりあんな決断させたくなかった。なんで守りたいもの全部手のひらからこぼれるんだ。俺はただみんなと笑って過ごしたいだけなのに。鹿之助、数年前俺もお前と同じ浮き目に遭っている。え、光秀が俺と。ああ、領地を守れず城は焼け、一族は滅び、己のみのうのうと生きながらえた。強くなければ何も守れない。力を求め旅に出た俺は今、朝倉義景様のもとで刃を振るっている。鹿之助、お前も越前へ来ないか。大切なものを守れるようになるため、共に強くなろう。よし、一緒に行くよ。どうせ主家が滅んで流浪の身だ。修行して強くなって、いつか雨子家を再興させてやる。
ああ、その意気だ。では改めてよろしく頼む、鹿之助。